一番好きな花、第3話椿、松下洸平、野本婚約者、純恋、ウスター浅見が現れ、ごめん以外に言いたいことないの。4人の俳優が主演を務める、フジテレビ系木曜劇場、クワトロ主演、ドラマ、一番好きな花、毎週木曜50時の第3話が、今日26日に放送される。それを前にあらすじと場面写真が公開された。社会現象とも呼ばれた、サイレントでプロデュースを務めた村瀬健志と脚本家、産方美久氏が再びタッグを組み、男女の間に友情は成立するのか。おテーマに、違う人生を歩んできた4人の男女が紡ぎ出す友情と恋愛、そしてそこで生まれるそのどちらとも違う感情を丁寧に書いていく、新しいスタイルのドラマを届ける。潮行江、多部未華子、春木椿、松下洸平、三幸代代、今田美桜、佐藤もみじ、神尾楓珠、という別々の人生を送ってきた4人が主人公となる。残したままにしていた自分の荷物を取りに、春木椿の家へとやってきた元婚約者の小祝純恋、ウスター浅見。荷物を送るなど気を利かせてあげられなかったと謝る椿に、ごめん以外に言いたいことないの、と問いかける純恋はそのまま家の鍵を返して帰っていく。一方、バイトを終えた佐藤もみじは、忘れ物を取りに行くことを理由に、椿の家に行くが、椿はまだ帰宅していなかった。椿に会いたかったもみじはスマホを取り出して連絡をしようとするが、連絡先を交換していなかったことを思い出す。みゆきよよは、常連の女性客がこれから女友達とご飯に行くという話を聞く。少し羨ましくなったよよはこっそりと自分のスマホに入っている連絡先を見るも、もみじ同様に、会いたいと思った相手の連絡先を聞いていなかったことに気づく。そして、ある日、仕事の休憩中に、もみじへメッセージを送ろうとしていた潮行江。椿とヨヨの連絡先を知っているかもみじに聞こうとするも、何と送ってよいか悩んでいると、小野寺学、菅原大吉、から、行方に来客があると聞かされる。